味しいですね。美味しいですね。で、なんかあの紅茶がしっかり紅茶の味を楽しめるという。え、ここのスコーンすごいな。大きいし。はい、あのビッグスコーンとかあのジャイアントスコーンと。商店街の近くまでやってきました。この辺はそう普通の住宅街で、こちらとかすごいあの黒い塀の素敵なお家で、ここも民家で、ここら辺のお店なんですけど、え、ここですか？トリントンさん。なんかあの喫茶店ですよね。ちょっと行ってみます。あ、お客さんたくさんいらっしゃる。すいません、こんにちは、どんぐりと申します。よろしくお願いします。ここは、ここは何のお店ですか？こちらはイギリス式のティールームでございます。イギリス式のティールーム、はい、喫茶店ということで。あ、喫茶店とはちょっと実は違うんですね。はい、はい、一番大きな違いはあの紅茶のがメインなんですけれども、はいはい、その紅茶をこういったポットで、はい、茶葉をこう煮かずにたっぷりお召し上がりいただくという感じでございます。はい、そうなんですね。じゃあ、はい、もうお一人ずつこれが出てくる。さようでございます。そうなんですね。もともと紅茶がお好き？あ、はい、私はあのもう子どもの頃からティーポットを持って、はい、自分の紅茶、家族の紅茶ずっと入れてまいりました。そうなんですか。もうじゃあ紅茶は何年ぐらいの飲み始めて何年って感じですか？初めてティーポットを買ったのが小学5年生ですから、はい、もうかれこれ40年以上年齢がバレますね。すごい大人な子供さん。そんな筋金入りの紅茶好き、梶原さんが店長を務めるお店トリントン。店名の由来はその昔イギリスで紅茶を運んでいた船の名前なんだそう。そんなトリントンのおすすめが、そうしましたらのこちら、はい、スコーンのクリームティー。あのイギリスではあのスコーンのセットのことをクリームティーと言うんですけれど、セットのことをクリームティーって言うんですか？はい、クリームが乗ってる紅茶じゃなくて、はい、クリームティー。あー、このクリームというのがスコーンにつけていただく、はい、イギリスのクロテッドクリーム、はい、カロリーも高くて危険なんだけど、はい、とっても美味しいクリームです。それをたっぷりつけて召し上がっていただくのでクリームティーと名付けております。わかりました。じゃあクリームティーをお願いします。ありがとうございます。はい、こちら紅茶がセットになっております。はい、あ、紅茶をこの中から選ぶんです。この中から、はい、わかりました。じゃあちょっとあのですね、私あのこの銘柄見ただけではちょっとよくわからないんですけど、はい、どっちかというとスパイシーな紅茶が、はい、あ、スパイシーなものがお好きですか？はい、どうですか？それにはスコーンに合わすにはそれよりももうちょっとあのあれですか？どう、お好みで本当にいいと思うんですけれども、はいはい、まあ、一番オーソドックスなのはやはりあのしっかりした、はい、しっかりした紅茶っていうのはどういうやつですか？しっかりした紅茶になりますと、はい、そうですね、やっぱりこういった茶園であの大事に育てられたオーガニックの紅茶、はい、こういったものもあのプレーンですとよろしいですし、じゃあちょっとやっぱおすすめのやつにしてみようかな。好み伝えておきながら、はい、なんかこのパッケージに惹かれたのでじゃあこれにします。ありがとうございます。そうそう、なんか雰囲気違う。男の人多かったけどここは女性のお客さんも。すいません、こんにちは。ちょっと突然お邪魔します。あの お伺いしても大丈夫ですか？あ、よくない？あ、よくないですか？外国人なので。あ、外国の方ですか？はい、ここは初めて？あ、2回目です。あ、そうですか。まあ、この辺よく来られるんですか？あ、いえ、ここに来るために目指してきました。ここを目指して来られたの。いかがですか、ここ2回目？はい、美味しいです。美味しい、はい、紅茶もよく飲まれます。はい、紅茶よく飲まれます。はい、この人が紅茶好きです。あ、そうですか。え、日本に住んでらっしゃる？あ、はい。ちょっとありがとうございます。美しいお二人に。上品でした。ね、お上品な方が私にぴったりだわ。いらんこと言わんでいいっていう。
大変お待たせいたしました。ありがとうございます。紅茶は蒸らし終わってますので、どうぞついでください。はい、じゃあすぐいただきます。紅茶をいただきます。ちょっと気持ちが改まるな。こうですね。はい、もうすぐ入れていいそうなので、こういうあの赤いポットを選んでいただきました。はい、すごい、この敷物もちゃんと紅茶のポットの形になってます。ティーポット型で、はい、いただきます。紅茶の香りです。あ、なんかしっかりした味ですね、はいはい、紅茶の、はいはい、インドネシアのものというのは基本的に軽いんですけども、はい、ここは本当にこだわりの紅茶で、はい、かなりだんだんパンチが効いてまいります。でなんか紅茶とコーヒーと、はい、まあ、全然タイプも違うんですけど、 その紅茶の魅力っていうのはどこですか？そうですね、あのコーヒーがやっぱり、うん、日常の、 あの一コマの休憩としましたら、はいはい、紅茶の方は1ページぐらいの長さ楽しめる。へえ。ティーポットを少し大きめでございます、はい、このポット飲み干すまでの間はもう自分がちょっとゆとりのある時間、はい、自分と向き合う時間、ふっと忙しい日常を忘れていただけたらなと思って、はい、あのお作りしております。そういうことなんですね、はい、じゃあその日常の中でちょっと自分の時間をゆっくり見つめるきっかけになる時間が紅茶を飲みながら取れるということですね、はいはい、こちらのポットに入っているお湯はおおよそ紅茶3杯分なので、一杯ずつ自分好みに味を変えることができます。コーヒーが職人の作る至極の一杯を楽しむものに対し、紅茶は自分主体、自分の時間を自由に作れる飲み物なんだとか。美味しいですね。美味しいですね。で、なんかあの紅茶がしっかり紅茶の味を楽しめるという紅茶です。はい、ありがとうございます。え、ここのスコーンすごいな。大きいし、はい、あのビッグスコーンとかあのジャイアントスコーンと呼ばれる方もいらっしゃいます。すごい、こんな大きいの初めて見た。あ、はい、こちらあのスコーンはもうパンと同じ扱いですので、手で召し上がっていただくのが一番マナーにかなった食べ方でございます。はい、剥いだ方がいいです。はい、あの一番こちらのお腹が割れているところから、ここ、はい、あの手でパクッと2つに割っていただく。あ、そうです、そうです。そんな形でもうパクッと割っていただいて、はい、じゃあこのおすすめのクロテッドクリームを、はい、ぜひお召し上がりください。え、これあのクリームチーズみたい。硬さがございますでしょう、はい、温かいほかほかしたあのスコーンに塗ってもこれだと溶けることございません。あ、そうですね、はい、しっかり残ってます。ではクロテッドクリーム付きスコーンをいただきます。口に入れすぎた。おいしい。なんかこのほのかな甘みがあって、はい、でこのクロテッドチーズ、あ、クリーム、クリーム、はい、あのちょっとミルキーな甘みが、そう、そうですね、はい、こちらのものです。お砂糖なんかは全然使ってないんです。入ってないんですか？入ってません。でもほのかに甘みがある。はい、それはやっぱ乳製品の。いやー、これまた美味しいな。このじゃこちらはラズベリージャムでご用意しております、はい、重ねていきます、はい、いただきます。いかがですか？これまた美味しい。よかったです。なんかあの甘み、はい、中でちょっと身が潰れる感じがあって、あ、はい、でそれを食べるとその後にこのクリームの味が際立ちますよね。流れていく感じがします、
ちなみにイギリスでは先にチーズを塗ることをデボン式、先にジャムを塗るとコーンウォール式というそう。そんな細かいところまで名前をつけているのがいかにもイギリスっぽいですよね。じゃあ今スコーンをいただきましたので紅茶を次いただきます。なんかあの強みがスコーン食べた後の方が、はい、紅茶の味がよりします、はい、します。あ、渋みが甘みに変わってる、うん、そういう方、そういうマジックがやっぱりあります。え、本当にあの、え、嘘みたいですけど、え、嘘、あ、こっちか、嘘みたいですけどスコーンをいただいてから紅茶を飲むと紅茶がさっき舌の上で渋みがすごいあのしっかり残るって思ってたんですけど、その渋みがちょっと甘みに変わっていて喉を通ります。魔法じゃないですか。ん、魔法じゃないですか。魔法ですね。ありがとうございます。ここでおすすめしたい本は一杯の美味しい紅茶です。イギリス人である著者が紅茶をはじめイギリスの食事やスポーツや文学について思うところを綴ったエッセイ集です。何でも美味しい紅茶を入れるためには11個も守るべきルールがあるそう。イギリス人の感性を知ることのできるこの本を読めばより一層紅茶の味わいが深くなるかもしれませんね。